ゴルフネットワーク。はい、皆さんこんにちは。プロキャディの杉井さん、信明です。そして清水小三郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ね、はい、この関節の話すごい面白かったです。安定性と可動性、可動性、はい、ですごい勉強になったんですけど、これをゴルフスイングとかに例えば生かしていくときに、今回ちょっと安定性の話でいうと、うん、まあ、その腰痛っていう部分ですね、はい、いわゆる反り腰っていう、アドレス、そうですね、はいはい、なんかかっこよく構えてるつもりではいるんですけど、反り腰になっちゃってる人、そうなんです、これ、うん、あえて反り腰にですね、わざとしてる方というか、はい、それが正しいと思って反り腰を作ってる方が一見かっこいいんですけど、うん、これ、やっちゃいけない。反り腰になるとスイング中のいろいろなエラーにつながりますし、はいはい、腰が痛くなります。ああ、怪我、そうですね、腰痛にやっぱりすごいつながりやすいので。確かに。ちょっとじゃあそれ詳しく、はい、お願いします。お願いします。体のこの背中かお腹かどっちに力が入っているかっていうのを、うん、こう見て感じ取っていただけるといいんですけど、はいはい、正しいポジションっていうのは本来こういうポジションなんですね。お腹をへこませる感じなんですか。お腹をへこませる、お腹にしっかり力が入ってる、はいはいはい、すると、まあ、実際もこうなってる方は少しちょっと猫背って感じる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、最初に少し猫背でいいぐらいが、ね、うん、いいので、うん、まずこの腰痛と腰の部分、うんうん、背中側がちょっとこういう傾斜と、あ、じゃあ逆に背中の力が張りが抜けちゃっていいんですか。そうです、背中側の筋肉が伸びてほしいんです。あ、なるほどなるほど。もう本当にこうこっち縮めるとこっち伸びますし、はい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 、こっち縮めるとこっち伸びますし、はいはいはい、このどっちかなんで、はいはい、すごいボンズさん見てますけど、そうですね、中から力が抜けてくると何が起こってくるかというと、うん、テイクバック、例えばこうこういうスイングでテイクバックが上がった時に、はい、中から力が抜けてるとこう手上がってきますね。上がりますね。でここで支える力がもうお腹にないので、うんうん、と動きとしてはこういうトップ、ここ緊張してる、はいはい、抜けてるっていう、はい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 、まあ、いわゆるオーバースイング、うんうんうん、っていったこうなんかエラーにすごい結びついた、まあ、もうそもそもこの時点でめちゃくちゃ背中に緊張というか、本当ですね、なんか痛そうです。それ正常なテイクバックってどんな感じですか。正常なテイクバックだと、あー全然違う、ちょっとこう背中はどっちかっていうと、はあ、伸びてるというか、はいはい、丸まってっていうぐらいの感覚があっていいんですよ、はあ、どっちも絶対違う、はいはい、でもやっぱりそもそもはこう、うんうん、まあ、ただ引っ込めるというよりは、はいはいはい、やっぱりちょっと意識して、うん、こう今こう縮まって背中をこっちを伸ばすって意識すると、うん、面白い。背中を伸ばす。背中伸ばす。まあちょっと背中丸めるでもいいし。丸めると、はいはいはい。だから猫背いけないから、うんうん、こう絶対こうじゃなきゃいけない。はいはい、ではなくて、うん、ちょっとこう、背中触ってみて、ここにすごい緊張、うん、背中がすごい緊張しちゃってる人は、今その緊張させてる筋肉を伸ばすっていう。うん、アドレスの時にしてみてください。はいはいはい、でその状態キープしてちょっとスイングしてみるっていうのも、うん、ちょっと簡単なエクササイズで、うん、どうやって力を入れるかっていうのは、うん、と説明していくんですけども、なるほど、エクササイズがあるんですね。エクササイズが、はい、あ、それ興味ある。でも本当寝た状態から、はい、スタートしてほしいんですけど、うん、ゴルフスイングで、まあ、ゴルフの時にアドレスのもともと反り腰の人って、うん、多分もうこの時点でこうやって空間あまり空間できちゃってると思うので、うん、まずはこう、こうお腹に手を当てていただいて、はい、でしっかり下に押してほしいんですね。押す、押す、もう手でいいです、手の力でいいので一回しっかり押していただいて、この要はその空間をなくす、そう、地面にしっかりこう、つくように、まあ、上からこうグッと、まず手を押して、で背中がしっかりこの地面についたなっていう感触を確認したら、この今押してる手をちょっとこう押し返すように、でこうお腹をこう膨らませて、
で、こう手を近いやつにすると、うん、これで今すごいこう腹圧が入った状態になってます。で、これでまずこう、まあ、これからする運動を、はい、前段階というか準備ですね。あ、これまだエクササイズまだ。そうなんです。これなんでこれわざわざこの一手間かけるかというと、はい、これやっとかないと結局反ったまま、うん、これからする運動をしても結局この悪いというか力が抜けたなそういうことになるので、はい、なんか別のなんかこう例えば、うん、手をすごい使っちゃったりとか違うとかそうですね、うん、必要以上に足使っちゃったりっていう風になるので、はい、ちょっと今回はしっかりお腹を固めた状態でやっていただきたいので、うん、でその次にやっていただくのは、お尻上げて1、2、3、4、5、 5秒ぐらいです。へぇー、ゆっくりとしてもうお腹に手当てたままでいいです。当てて、これできますこれ、ね、もちろん、うん、これまっすぐになるまでいけたらいいんですけど、はいはいはい、もう上がるとこまでいいです。へぇー、あ、でもこれを最初の基本姿勢を作った後にそうですね、これ何を上げてるんですか。股関節を。そう、これ今動作としては股関節が動いてるんですけど、はい、お腹を固めたままちょっと股関節を動かす。うーん、このためはどんどん動かす。で、お腹がしっかり固まってます、はい、動かします、はい、この時力入ってるのはお腹とお尻っていう2つの筋肉、はい、ここにしっかり力入ってる、うん、意識してください。で、2つ目なんですけども、はい、まあ、これもまた寝たままの姿勢で、うん、寝たままの姿勢でちょっと足を今度はこう持ち上げていただいて、足はこう90度、膝90度、はい、この時にこうなんないでしょうか。またそれ、これ空間できちゃいましたね、はい、空間この時もできないように、うん、こうやって、はい、でこう下の空間がない状態、うん、で肩の90度高さですね、はい、肩の90度でこの状態から、うん、これです。おお、どうしたんですか、どうしたんですか。手をこう上に持ち上げて、まあ、うん、膝も一緒にこう下ろす、はあはあ、これだけです。これ最後の前後に足ついちゃっていいですか。足ついちゃっていいです。ああ、はあ、はあ、こうお腹に入れたままこう足を戻すときにしっかりお腹に効いてくる、はいはい、うん、でもそうか、上げ戻すときと下ろすときも使えそうですよね。そうですね、両方力を、でこれも左右本当に1、2、3、4、はい、っていうふうに、まあ、片方5回ずつぐらいで5回ずつぐらいで、うん、簡単だよという人はこう手を、あ、おお、なんか伸びたみたいな、足をしっかり伸ばして、いや、なんかそれは大変そうですね。そう、これ大変です。で、まあこうこれ余裕って人はこれをやってチャレンジしてみます。なるほどね。それがスイングアドレスの時の反り腰の修正になると。もう、あの、とにかくこう、腹圧というか、こって、うん、まず力を入れる感覚、うんうん、コアを固めるっていう感覚が得にくいというか、はいはい、本当分からないと、本当に分からないというか、うん、なので、それはまず力をそこに入れた状態の確認ですよね。しっかりこう、うん、お腹を膨らませるっていう。感覚が分かってくると、この状態から、あ、これちょっと違うんだなっていうふうに、はいはい、だんだんこう脳が分かってくるので、しっかりやるように。なるほど。エクササイズをね、はい、これやると、まあいい、ぜひやって、はい、スイングする。はい、うん、しかも、怪我の、そうですね、特にあの堀腰なんで、一応、腰椎、あれか。腰痛なんですね、やっぱり、まあ、すごいなりますね。確かに、せっかくね、ゴルフ始めて腰痛になっちゃったら、またね、大変ですから、ぜひ皆さん、はい、寝たままできるエクササイズですから、ね、そうそうそう、なので、ぜひ、
試してみていただいて、あのそれで反り腰から、反り腰から卒業ということですよね。体幹にしっかり力が入った、はいはい、アドレスとマスインが、うん、ぜひ皆さん試してみてください。清水さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。